なんであんな泣いたんだろう本当ほんとだよね予想外でした自分もでもいろいろ考えてたからあの喋ることとかちゃんとね頭にもう決まってたんでねそういうのもあって振り返っちゃってたんで元々うんそれ,それもあるよね <laughs> んうんしいもぐもぐしてるとりあえずいちごおっきい髪の色いい感じだねってありがとう黒くなったもつかなでも生誕には綺麗な髪で出たくて そほんと初披露合わせは狙ってたんですけどうんそうなのあれちょっと配信開いたっけ金沢行ってきました金沢行く前だっけうんうんほんと、うん、に楽しかったうん 明日も公園 <laughs> 生誕そうやっとねえラストラスト一個でかでか <laughs> でかくね <laughs> なかなかにハイペースで食べてる。<laughs> <笑><笑>うん。うんおいしい今日はお弁当お昼お弁当食べてドーナツ食べていきごですうん さっきっちゅうん、のが甘いって聞くから私大抵こっちから食べますこのここが一番 <laughs> 赤だから刺してもすごい伝わりづらい下が甘いんですってイチゴうん口内にしみるんだけど <laughs> まだ治ってないのって話なんだけど後辺にあって この辺の場所を教えてもどうなんだって話なんですけどもこの辺にあるんですマジでなんでみたいなとこにできちゃってはい <laughs> うんしかもなんか見えないから見えないのよ笑うとったそうえっんで分かったんそう <laughs> <痛> <laughs> ウケる なんでそこにできたんって思いながらこんな絵の薬みたいな痛み止めなんかやってるんですけど正直その金沢旅行、ね、昨日おととい行ってたんですけどもう口ー炎と花粉にこういかに負けないか <laughs> 負けてましたけど薬局行ったもんだってもう <laughs> もう耐えられなさすぎて <laughs>。 <laughs> それそれと戦いながらマジやばかった兼六園やばかったマジで歩くたびにくしゃみうん一歩一歩くしゃみ出して歩いてた、うん、辛すぎた <laughs> うん <laughs> 薬局2回行ったもん<笑><笑>あ、んああ しめ、うん、るああしるでもビタミン取った方がいいって言うじゃん取ってるけどもしみ <laughs> るんだけどいちごってしみるんだっけかじって食べるからね なかなか治らない治らないなんでわ <laughs> かるでしょ気持ちこっち側いたかったらこっちにこっちにどうしても行きたいみたいなうん珍しい場所だねほんとにそうなのよ いや、めっちゃ楽しかった今日の公演ウケるあー楽しかったねどうしようどっちも楽しかった昼も夜もなんかでも昼はやっぱ緊張しますね緊張しちゃうんだけどでも楽しかった後半は前半なんか <laughs> ちょっと緊張しちゃった <laughs> うんでも楽しかったよ言いたいこと言えてたんか いた言えたんかなちょっとわかんないけどうん、うん、声出し楽しいね声出しで生誕は嬉しいですねそう思いましたやっぱ厚みが厚み厚みがある感じ <laughs> やりがいがある感じ うん、深みがあるうーんコクがあるコーヒーみたいになってきたんですけど <laughs> もうとりあえずなんか素晴らしくあのもうコ,コール含めてコールもパフォーマンスだなって思いました皆さんのコールもす素敵なパフォーマンスそれ加わって厚みのある公演になった気がしましたねサムネイルってなんか ーとコールするのが難しい公演ってきっね昔言われてた気がするんですけど <laughs> なんかみんなしっかりいつ練習したんですかってぐらい上手にこう、うん、コールがしっかり入っててすごかった <laughs> 写真撮影で騒ぐの楽しかったダメだよ騒いなら、うん、ポーズすっごい取りづらかったもん 最近撮った写真の中で一番ポーズ取りにくかったねあの時間はうんまあでも本当に楽しかったうん <laughs> 楽しいねうん楽しかった <laughs> ねえお疲れさんです なぎちゃんのお手紙も嬉しかったねっうん嬉しかったなぎちゃんなぎちゃん会いたい明日いないいないかなぎちゃんに会える予定がいつだろうあっああかんないやうん <laughs> どの辺でなぎちゃんって気づいたカップラーメンのくだりです <laughs> カップラーメン、まあ、あんま食べないのにあんま食べなさそうってナギちゃんに言われてたけどもうほんあんま食べないですし本当に実際は <laughs> 実際は食べないけどなんか凪ちゃんが「食べようよ」って言ってくれた気がする当時そん言われなきゃ食べないと思う言われなきゃ食べないってあんまりカップラーメン「ILOVEYOU」ではないんでうん大好きなラーメン屋さんがあるんですよ熊本に。 そのラーメン屋さんにのラーメンが好きだからラーメンあんまり食べないんですねあれがラーメンで育ってるからそれが食べたい待って言ったら食べたくなってきたうわどうにか食べれるかちょっと相談してみますあのテイクアウトテイクアウトからの遅れるのかな郵送できるかな マミーに送ってもらおうかなーってぐらいもうそのねラーメンが好きでうんプロントのラーメンとんこつ一択です私のラーメンはあ塩ラーメンもでも好きさっぱりもいいよね味噌ラーメンが食べ慣れないですねでも北海道で食べた時おいしかったうん <laughs> でも私ああでもあんまないかでもこうママが 東京来てくれる時はテイクアウトして持ってきてもらったりするその <laughs> 地元のなんかお弁当屋さんのとか好きなのがあってそれを <laughs> 買ってきて売、うん、れるテイクアウトえ待って 10, 10時半からだよねドラマ10時半だったよね昨日予告見たぞ 10時半からだよね、OK OK、見なきゃだみんなも見てる方結構いますか見てますかまあみ見てるか分かんないけど10時半から今日最終回のドラマがあってそれを見るから私は10時半には終わらないといけない終わります今日は早いですだからはい <laughs> 見ようとしてるあね いやだからもうあと1010 10分10分ちょっとぐらいにははい10分ちょっとで終わるんでこの配信えー、楽しみ最終回どういう結末ね <laughs> 明日チームメイト公演なんですけど急遽チームメイト公演が入って出たい出たいアピールしてたのからかわかんないですけどもともと まあ、あのー、明日そう YouTube も撮るんですした音そう YouTube も撮ってそうだったけど YouTube の時間を上に上げて公演入ったんですけど <laughs> そう出たい出たいアピールしたから多分入れてくれたすごいよねおかげでそういろいろ おかげで朝から明日は <laughs>。はい。明日、朝から。でも嬉しい。出たい出たいアピールの効果ですね。これは大事ですね。やっぱ伝えていく。言葉にして伝えるっていう。大事なことですね。うん。そう。大丈夫かな雫公園でもね、まだ全然自信がないので、練習します。<laughs> 雫公園 <laughs> しん大丈夫かな本当うん前回ができすぎちゃって自分の中できすぎちゃってっていうか、まあ、5回ぐらいバレないぐらいのミスはしてるんですけど <laughs> 正直に言うと前回のその久しぶりの静紀公演バレてるかないやバレてないとは思ういやこれが正しいみたいな顔で踊ってたから多分バレてないと思うんですけど そんな顔で踊るななよってねそんな技術をつけるなよって話かもしれないですけどまあそうなんですよねそういうことをしてしまってでも割と割と割とできた <laughs> 割とできたから <laughs> 気をつけない,いやでもでも駄目だなちゃんとちゃんとできるように頑張ります、はい、ごまかす技術はいらないんですよそんな <laughs> ごまかす前に覚えろやって話なんで。 はい覚えます雫公園明日も楽しみうん <laughs> バレたかなうんさすがベテランの技ね無駄なベテランすごいかわいいかわいいフィルター来たくま <laughs> もんお誕生日おめでとうくま <laughs> だったからちょっとくまもんク <laughs> もん くま今日日誕生日だよそれは知ってるうんくまモンおめでとううん <laughs> ありがとうなんかギフト届いてるねいろいろとありがとうございます嬉しいちょっともう過去すぎてわかんない過去すぎてんっていうか今のはけんけんかけんけんだありがとう これ野球だね野野球野球っぽい熊うんーね野球はちょっと見たんですけどやっぱり分かんなかったですちょっとはあんまり分かんなかったでもあれランプが全部ついたらダメなんですかねあの下の方にランプがあって。 ちょっと、わかんないんですけど、あの、光るんですよ、そこが。<laughs> あれ、ひ、待ってなん。ちょっと待って。なんか恥ずかしいので、もやめていいですかもう、ごめんなさい。わかんない。あー、わかんない。ごめん。いや、今日難しい。難しくないかな。いや、一回やったんだけどね、K で。あんまりわかってなかったんで、ルール。 恥ずかしいみんなみんなマウント取ってくるやん絶対野球の <laughs> でも私絶対打つ打つのをやった方がいいかも打つのかボールキャッチする人あの外の方で,でボールキャッチも下手なんだよな打つしかできないかももしやるなら投げるの練習すれば上手くなるかな 投げるのめっちゃ下手なんですよボール絶対あの距離届かないしまずうん私は打ってそうじゃないどっちかっていうとねうん <laughs> 始球式出ようだってえ <laughs> マジで始球式は出たいってあんまり思ったこと <laughs> だってもう恥ずかしいえどうえ絶対無理じゃんそんな 出てる子とか見てるけどえ絶対できないって思っちゃううん波動ボールならいける確かに波動ボールなら結構いい,い,い線いけるかもしれない波動ボールの始球式なんてあるかい <laughs>、うん、ソフトボールいつもなんか6メートルとか7メートルぐらいしかいかなかったの,あ,の,あ,のあるじゃんあの年一のやつ あれななんだっけ体力テストみたいなボール剛速球投げそうなのにだって全然スポーツテストそうそうそうスポーツテスト絶妙だったんだよね私あれは早かった気がする反復横跳び <laughs> 反復横跳びだけプロだったなんかリズムをあれ,あれだけはガチでやってた <laughs> うん シャトルラン。うわー、シャトルランなー、全然覚えてないや。シャトルランは、でも80回ぐらいまで行ったときあった気がする。中学生70だったかな。結構、後半は良かった。でも、うん。割と、だから、あ、受給あんのかなあったんかなそう。うん。体は硬かったから、これのやつは全然行かなかった。 なんでこの話してんのマジでそれすぎじゃない話私今日公演だったから生誕の話とかしたかったんだけどなんか気づいたら体力テストも <laughs> 握力はえ握力ね多分10点ぐらい取ってるわ実は強いんですよ手の圧が強しそうでしょだって30いったことある 今絶対30ある自信あるもん左30あったかな3うんそう30あったかな2桁ちゃんとあるだってち余裕余裕である2020 20後半か30ぐらいもい行ったことある左ってはいでもはい <laughs> だだいぶ前だけどでも今の方が強い気がするよねなんとなく分かんないけど強ってね怖がられるかなと思ったんですけど握手会の時は優しく触ってましたよでも握 <laughs> りしめてないですよ握力30の女って頭に入ってたら怖いかなと思って言わないでおいたんですけど言っちゃったも今握手会ってお話し会だもんね 今測ってみてみほしい、ね、体力テストするの楽しそうお10時16分のお知らせおもう少し刻コ々クコクと最終回が近づいております楽しみ <laughs> あチームホのメンバー波動の練習行ってたそう行ってた今日あやみんも見に来てくれててハーちゃんとかそう言ってたどんな感じで あの練習したのってあのみんちゃんに聞いたらなんかもうみっちりなんか次のその試合の相手の戦い方までこう分析してくれててあの山部さんってあのいつもあの広い子の横にいるそうしっかりした波動のもうねいつもこう司会してくれてる方そう解説のお姉さんそうそうそうお姉さんが。 言ってたよめっちゃ <laughs> めっちゃ言ってたってそのなんかいろんな「もうこの人はこういう戦い方こういう感じでいったらいいと思います、ね」みたいな感じでそうすごかっただからなんか戦い方はこういろいろ考えられましたって <laughs> 言ってた <laughs> かわいいみんな練習本当に行ったのがめっちゃかわいくてかわいい かわい,いってなりました私もう出ないですよね今出る予定ないないからうんねえ行きたい行きたいからどうしよう出たいけど出れないのかなうん そう次負けちゃダメってそう言うてたうわーそんなプレッシャーなところだと思うけどでも頑張ってほしいから14日じゃん14日分も公演やってんだけどねなん携帯もあの公演来る方はねできないけど公演もしはなんか配信で見る方とかはね エナジーも投げてあげててあほしいうん <laughs> うん振りすぎる <laughs> でもみんな練習してたからうんうんとりあえず4の応援してねうんエナジー投げて私は公演やってる うん、全体でいようフ、うん、<laughs> ねちゃんと言ってるの本当に偉いみんなすごい偉いよわあ。なんかねずっと筋肉痛なんですけどえ波動からですか 波動からなんか波動なんかないつからか分かんないですけど腕がずっと筋肉痛なんですけどでも公演始まったら何もないなんだろう痛みなくなるんですよね不思議ですよね終わったんで今またあなんか痛いかもって <laughs> 筋肉痛 <laughs> やば<っ笑>本当に波動痛 <laughs> 波動通かもでもも波動やりたいもう一回出たいなもうねとりあえずみんな頑張ってもらいてしかないああともう20分だってそろそろ配信終わりますえ今日の話全然してないんだけど <laughs> まあでも生誕祭まだあま見てた方とか 来てくれあさった方とかばかりだと思うんですけどこの配信見てるの <laughs> もし見てない方がまだいるかもしれないからまあねはい <laughs> 見てない方是非見ておられたらと思うんですけど後編をねうん筋肉の話ばっかだったよって確かに「握力30」とかそういう無駄な情報だけなんか流してしまった。 まあ、とりあえず割かし言いたいことは言えたんですけど、はい、これからもよろしくっていうことですはいありがとう <laughs> 明日もね公演あさっても公演そうなんかプレゼントとか <laughs> お手紙とかに届いててありがとうございますもうねお花もすごい可愛くてツイッターに載せました のでぜひ見てくださいこのあとイースターも投稿しようかな投稿したいいいな写真うん載せようと思いますあそうだ決済決済が今日まであともう2時1時間半ぐらいしかないのではい皆さんあと1時間半です決済しましたか決済してくださいクレジットカード <laughs> クレジット確かクレジットカードだけですもう使えるのははいよろしくお願いします言いたいことはありますかっていつも聞かれるパターン多いじゃないですか <laughs> だから「あ言いたいこと言いたいことあ決済」って出てきちゃったんでもう決済って言っちゃったそうでもい言えてよかった 忘れないでねいっぱい喋りたいねでもなんか春喋れないから最短でどこで喋れるんだっけ5月とか5月まで喋れないんだねえでも話す内容多いからね多分あちなみにそうあのねあのねそうもうねこうえコンサートもね来てほしいですね コンサートの話もしたけど、うん、やばい絶対インコいいコンサートになるなるから見ててほしいですちょっとでもエイトのこと知ってる方とか見た方は見たことある方とかはうんだからあのう,ーんうんうん呼んできてくださいいろんな人。 そうね、私の卒業コンサートの次にいいコンサートになる <laughs> かもしれない待って卒業コンサートの開催は予定ないんですけど卒業コンサートが一番いいコンサートだったって言いたいんですけどその次ぐらいにいいコンサートに <laughs> 2番目なんかーい<笑><笑>うんそんくらいのねそんくらいの。 <laughs> 卒子なんて言わないでって <laughs>。そっち。確かに。まだ卒業しません。受ける。卒業するかと思われたよね。私ももうね、なんで泣いてんだろうと思いながら、後ろ向くシーンがあるんですけど、あ最後の曲の時ね。ねえ、ましても、笑、笑いすぎて、笑ってたちょっと、え、なんで泣いてん、え、待って。絶対これ勘違いされてるわ。あーって思いながら、でも止まらなくて、 なんかもうダメなんですよ、ねね、そこの部分がもう私のねすいません本当にもう最近やばいやばいのごめん違うそういうつもりはなかった <laughs> 本当にごめんそれなだよねあ,あと5分だってやばいやばい始まるからちょっとちょっと見てくる <laughs> ありがとうランキングパッ パッて呼びますごめんねでもありがとう <laughs> 13位ケイター12位ロングリッコあとマーク夜公演受けたありがとう <laughs> 受けたね11位 M タッカットマーク明日コール解禁後初劇場お楽しみよろしく待ってるよ10位シオパンッとマーク生誕さめっちゃ楽しかったありがとうこちらこそえ9位レイナットマーク生まれてきてくれてありがとう <laughs> 誕生生まれすごいウケる確かに誕生をね祝ってくれてる嬉しい8位345さし子上海なるはんあとマーク生誕祭最高ありがとう最高ね7位だだーありがとうだー <laughs> コップンかの「か」みたいな感じになっちゃった6位 <laughs> ココーシーさん えー、5位はじめアトマーク感動いっぱいで泣いた生誕祭マジで泣きすぎて明日どうしよう顔変だったらどうしよう明日やばいメリークリーイブ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 ,ブ,ブ2864、えー、位ほのかアトマークなる大好きありがとう3位笑顔になるなる山マッんアトマーク今日のリベンジは14日でおっ14日来てくれるの待ってるね にケンケンアットマーク今日の公演お疲れ様素敵な生誕でしたねえ最高だったペンライトめっちゃ綺麗だったそういうのなんか全然触れなかったけど触れてなかったよねめっちゃ綺麗だったんだけどコールもバッチシだしそういうことを今日言いたかったのもうの3分しかないんだけどもう <laughs> 時間配分そして1位は「サイバーアットマークブラッシュアップ推し活ねやばいもう始まるあと3分」 楽しみすぎるペンライトめっちゃ綺麗だったしお花が途中で出てきてえ回収したいっても思ったしありがとうそうすごいのよめっちゃ綺麗だった写真撮りたかったうんありがとう、うん、みんなさなんか準備する時にさガサガサガサってさ下にさこうやって一斉にみんな取り出そうとするあれがもうめっちゃおもろい好きウケる <laughs> みんな準備,あ準備してるじゃーんって出てくるから <laughs> あの校庭見るのめっちゃ好きでめっちゃ好きみんな準備してるあ準備なんか出てくるぞじゃーんって <laughs> あれめっちゃ好き今日だかお花とあのフライヤーっていうのかなあのそうおめでとうみたいなうん。 気づくんだって分かるよ分かりやすいよみんなもうそこでそね準備せんと出らんしなそらそうよハハッごそごその時間がめっちゃ好き何が出るの何が出るのってなるうんまあ本当に楽しかった受けたうん今日もいっぱい受けちゃったもう本当にやばいウケるって言い過ぎねやばいもう顔まぶたが重すぎる受ける 本当に明日どういう顔になるのか楽しみ受ける、頑張る受ける。はい。ということで今日もありがとうございました。<laughs> まあ、明日、明後日も公演ね、なんか来るよーってお見送りで言ってくれたりとか、いろいろ言われてるので明日、明後日もよろしくお願いします。ということで、えー、ドラマ見てきます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。 またねー。<laughs> バイバイ、やばい。お始まる。じゃあね。バイバイ。<laughs>